海と日本プロジェクト推進リーダーの近藤です。今回は近年問題となっている海ゴミがテーマです。海について考えてみませんか。私たちの暮らす鳥取県は美しい日本海に面しています。しかし海岸に少し目をやるとゴミが。訪れた人のマナーの悪さから出たものもありますが、海の流れで運ばれてきたものもあります。これらは海ゴミと呼ばれています。海のゴミということで、皆さん海から渡ってくるゴミをイメージされると思いますけども、まあ、約8割は川から出たゴミということになっております。実は海ゴミ、その多くが川の流れに乗って海に運ばれたもの、つまりは私たちの生活から出たものなのです。公立鳥取環境大学の松村春夫教授、海ゴミの中でも特に問題となるものがあるようです。問題になるのはやっぱりプラスチックです。で、生物系のものは自然界の中で分解してしまいますけど、プラスチックは分解せずにそのままとどまっている。プラスチックは太陽光の紫外線の影響などで劣化していきます。小さくなったプラスチックを海の生物が餌と間違え食べてしまうことも、生態系への影響も考えられるのです。自分が出したものがどこへ行くのかと理解して適切な行動を進めていくということも大事だと思います。海ゴミは海流によっては海外へも運ばれていくことが分かっています。私たちの出したゴミがどこかへ悪影響を与えてしまっているかもしれないのです。海はみんなのもの。まずは海ゴミを減らすことから始めてみませんか。海と日本。